毎度。はい、というわけでイニスフリーでコスメをね数点だけ購入してきて、でそれを紹介しながらね実際に使っていこうと思います。今はねスキンケア終わらせて下地塗って毛穴カバーだけ塗りましたってことでね紹介していきます。私ねイニスフリーが大阪にしかないと思ってたんですよ。あの大阪っていうか大阪風じゃなくて大阪の梅田にしかないと思ってて、この前ね動画で言ってたらそのコメント欄とかリプとか DM で天王寺でもできましたよって教えてくださる方々がねいて、で調べてみたら本当に去年の夏ぐらいにできてたみたいで天王寺に行ってきました。買ったのは3点です。サンプルもね入れてくださったのでちょっと多く見えるかもしれんけど、ちょっと下地がねもうちょっと乾きつつあるので早くね塗っていきます。ミネラルウルトラファインパクトっていうファンデーションで、あの仕上げ用のパウダーなんですけど、まあ一応ファンデーションみたいな感じで、私が買ってきたのは13番のライトベージュです。一番明るくてね13番っていうカラーなんですよ。こんな感じのパッケージで、なんか私が行ったところはねテスターが置いてたので色味とかは確認できました。このパフがついてて、でここを違うパカってするとこれとシール剥がれてるけど、一応この名前のところにはファンデーションって書かれてます。でもこの箱のところには仕上げ用って書いてたから、まあでもどっちみち薄付きのファンデーションみたいな感じだと思う。このパフを使って塗っていきます。お店で見た時はねまあこれなら使えるかなと思ったんですけど、意外と家で見ると意外と色が濃かった。まあすごい、まあどうなる、ポンポンと置く方がいいのかな。あ、粉吹きがすごいかも。でもこれは多分私の今の肌の調子が好調じゃないだけ。ここに今ニキビができてるんですけど、まあ軽く薄くしてくれるけどカバーはしてくれないから全然薄付き。匂いは別に普通、なんか匂いあるけどいい匂い。イニスフリーに私たまに行ったりするんですけど、それのなんか結構流行ってる緑かブルーかなんかちょっと際どいぐらいのどっちの色かわからんけど、こんなねパウダーとかあとプレスパウダーとかもあったはずなんですけど、それと同じような匂いがします。思ってたよりかはちょっと色がね濃いなって感じ。本当はクッションファンデかリキッドファンデを探してたんですけど、そっちの方が同じ番号でも色が暗く見えて、実際テスターをね塗ってみたんですけど、そっちはちょっと黒くなってしまって、こっちの方がパッと見ね色が薄く見えたんですけど、パフに乗ってみたら意外と暗かった。まあでもちょっと日に焼けたら大丈夫でしょう。で次買ってきたのがティントなんですけど、この赤色のリップを購入しました。5色ぐらいかなあって、薄めのピンクとかオレンジとかこの赤とか、すごい爪と一緒の色。一回塗ってみよう。あ、すごいしっかりとする。なんかリップはさすがにちょっとテスター使えないなと思って色味だけでね見てたんですけど、塗ってんよ。最初すごい角がカクカクやから。でね、香りはその多分色によって違った気がするんですよ。フレーバーティーみたいな感じのんで統一はされてるけど、ちょっとずつ違う気がする。あの一番欲しかったのは、私ピンク色が欲しかったんですけど、チェリーなんとかティーって書いてた気がして、で、あのサクランボ私ダメなんですよ。だからやめてこの赤にしました。香りあるけど全然薄いから使える。あのね、この幅が結構広めやから唇が薄い人にしたらすごい使いにくいかもしれへん。端っことか扱いながら塗らないとちょっと難しいかも。最初だけかな。すっごい浮いてるように見えるけど結構しっかりした赤。分かった、目とか化粧してないから余計薄いんか。とりあえず2点目はこのリップでした。で最後3点目が、あ、そう、眉毛描く前にもう一個ね、これは昨日買ってきたやつじゃないんですよ。イニスフリー買ってきた時と違う日なんですけど、まだ使ってなくて、このねビセリシェのフォギーオンチークスっていうチークの種類の、これが新色の PK822 番。これはこうやって下にこの付属のブラシもついてて、で上にこのパウダーがね結構たっぷりと入ってます。最初はね全部の色を手に塗って1日過ごしてみたんですよ。でそのまた別の日にこれを塗ってみても、やっぱりこのカラーが一番可愛いなと思ってこれをね選びました。肌の色ってなんか日によって変わるじゃないですか。ややこしい。これ使ってみよう。これ一回手で取ってみると多分伝わりづらいかも、チークやから。全然伝わらんわ。あ、うん、こんぐらいです。でね、ラメもちょっと入ってるからいい感じかも。こっち塗ってない方でこっち塗った方。ハイライトとかも使ってないからのっぺっとしてんのか。でも元々のっぺっとしてんのよ。ちょっとこっちの方が濃いんですけど、こんな感じ。
顔がちょっとずつ仕上がっていく。で、これがね、すっごい安くてびっくりした。アイブロウペンシルなんですけど、ちょっと色味が読まれへんので、後でテロップで出します。これがね、400何円とかで、多分、まあ税込みにすると500円ぐらい。普通になんかプチプラコスメとか言って、薬局とかで買うより断然安いなと思って。キャンメイクぐらい安いと思う。で、私はね、結構、髪の毛がオレンジっぽいっていうか、色づけやすくて黒っぽくね近づけたりとかもするけどすぐこんな色になるからちょっとねオレンジっぽい感じのカラーを購入しました。片方がねこうやってペンシルになってて片方がねこんな感じのブラシ。最初これ眉毛これで拭くのが痛い。明るめのオレンジです。最近ずっとねケイトのアイブロウパウダー使ってて他の使いたい使いたいと思いつつもう一番使いたかったのが下に入ってる薄めのカラーをねぼかす用で使いたかった工事かな。私の近所なんでこんなことごとく工事してんのやろ。一人暮らしのお家もね工事しててなかなか動画やからカットできるけどすっごいもうバンバン音鳴ってるし近所ね最近工事してなかったけどなんか今日すごい。あ、いい感じちゃうかな。こっち今何も書いてない方。うん、ちょっと目尻のところが足されました。こっちも書こう。書けた。で、ちょっとぼかします。カメラ越しだったら別に眉マスカラいらんかも。でも鏡で見るとやっぱ毛がね黒くて髪の毛が茶色いから浮いてるかなっていう気はする。まあでも動画やったら近づかん限りは大丈夫かな。そんな私メイク系の人じゃないから近くでやって綺麗にね線引いたりとかできないんでこんな感じのなんかコスメ購入紹介とかしかできないんですけど。あー、いいライナー買いたかったんや。忘れてきた。あ、そう、下地でね、今日使ってたのはいつも通りこれです。前も紹介したやつ。まあ、インスタとかでも結構載せてるけど、せっかくやから眉マスカラ比較してみようかな。使う種類によって全然色って違うと思うけど、今こっち塗って、こっちが塗ってない方。やっぱりこっちの方が垢抜けた感じの眉毛になるかな。まあ、でもこれは髪色とか持ってる眉マスカラ次第やと思う。その、髪とマスカラの相性次第かも。自分で言うのもあれやけど、私ちょっと、ここ1年ぐらいでようやくね化粧自分に合いそうな感じのものをなんとなく掴み始めてる気はするんですよ。ちょっと垢抜けれたかなって自分で言うことじゃないけど垢抜けれたかなって。でリップねピンクにしようか赤にしようか結局匂いがピンクダメで赤にしたんですけど最近ねアイシャドウ赤使ってるよってこの前の動画でも言ってたんですけど逆に使いやすくなったかも。赤いアイシャドウにピンクってなんかあんま合わんなって思ったから。これ今日の購入品じゃなくてこの前紹介したけどこの黄色のアイシャドウがねすごい可愛いんですよ。それだけ。ラメの上に赤いアイシャドウをのせました。なんかマットからのせるよりラメのした後にこのマットの赤のせた方が綺麗になった。あ、そう、ほんでイニスフリーで一番欲しかった春のこんな感じの9色入ったアイパレットがあるんですけどそれとあとキラキラのグリッターっていうのかなこう開けて涙袋とかに塗れるような感じのやつあれがめっちゃ欲しかったのにソールアウトになっててでサイトで注文しようと思ってサイトも見たらソールドアウトになってて結局買えなかった。買われへんまんま季節が終わりそう。アイラインも黒を買いたいなって思う。で最後にマスカラして終わろう。で最後にファンケルでもねボディミルク買ってきたんですよ。今入れ物しかないんですけどこれね後でちゃんと本体見せます。この箱のやつボディミルクの美白&エイジングケアっていうものです。でそれを買って昨日ね一日ちょっとつけたんですよ。すごいサラサラやった。じゃちょっと髪の毛整えるとともにこのボディミルクの中身をね持ってきます。ちょっとお待ちください。これね1300円ぐらいやししかもファンケルやから結構安いかなと思って。普通にこんな感じのね白いちょっとまとろっとした感じのクリームなんですよ。乳液みたいな感じでこれをねお風呂上がり服着る前とかにまだ昨日しか使ってないんですけどこうやって手のところとあと鎖骨のところとかをこうやってマッサージするようにここベターって塗ってやりました。今のちょっとだけでもすごい伸びてくれるからこのままね両腕濡れてあとここの鎖骨のところとかもマッサージできてすごい良かったです。手触りは伝わらんと思うけどすごいこれ良かった。なんで買ったかっていうと友達が教えてくれたんですよ。最近その肌の乾燥を悩んでてでも顔面に関しては肌荒れした時は皮膚科の先生に頼ってみよう。でまだそんなにね肌荒れとか背中とか私すごい荒れるからそこも皮膚科に行くんですけど普通にこういうただの
乾燥、ただただ年と季節による乾燥はなんかねこういうので防ごうっていうので、これがね友達おすすめしてくれたので早速ねその日に買いに行きました。最後おまけに紹介すると、このイニスフリーでねなんか2つサンプルつけてくださったんですけど、私はね今回毛穴角質ケアみたいな感じのに特化したサンプルをねいただきました。こんな名前のやつと、もう一個がこんな感じのものです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。